ヤロスラフ一世、ヤロスラウ一世は、キエフルーシの大公。ヤロスラフ健公と呼ばれる。父は、ウラジーミル一世、母は、ポロツク公女ロブネだ。息子に、イジャスラフ一世、スブヤトスラウ二世、フセボロド一世がいる。キエフルーシの大公に即位する以前に、ロストフ公、また、ノブゴロド公を歴任。980年代以末に、父からロストフに配置される。 1010 10年に、長兄、ビシェスラフが亡くなった後には、ノブゴロド公くらいに着く。当時ノブゴロド公には、大公の長男が着くのが慣例であった。その死後に、ヤロスラフがこの行為に着いたということは、父親が彼を、大公位継承者と考えていたとみなす根拠になる。ところが、ヤロスラフは1014年に、父親のいるキエフに大使具税2000グリーブナの支払いを、停止し、 このことにより、両者は、戦いが避けられない状況に陥った。しかし、遠征の準備中に、父、ラジーミルが死去。対抗位は、ヤロスラフの2スブヤトポルクの手に渡る。ヤロスラフ健康のコイン。現在のウクライナの国章にデザインが引き継がれている。彼の内政面で突起すべきは、ルースカヤ・プラウダの編さだろう。おそらくはそれまで口実で伝わっていた。 ルーシの監修法の一部を成分法化した。この法は、補足、改定を受けながら、16世紀頃まで利用されていた形跡がある。また、彼は現存するキエフのソフィア聖堂を建設した。ただし近年の研究では、それ以前に木造のソフィア聖堂が存在していたと考えられている。現在の聖堂は三代目のものであるとされる。加えて、彼の時代。 初めて、キエフ不主教に、ルーシ人が選出された。それまでの不主教は、例外なく東ローマ帝国出身のギリシア人、聖職者であった。現初年代記では、ヤロスラフの母は、ポロックのログネだとされるが、年代の矛盾から、この記述の真偽を疑う意見が、少数ながら存在する。ポーランドの資料などでは、ヤロスラフを、ウラジーミルの聖秘で、東ローマ帝国王女。 アンナのこと主張する意見もあるが、明確な証拠はない。妻息子娘やロスラブリ市内の母ゴやブレンスカや、広場に銅像が建てられており、この銅像は1997年より1000、ルーブル札の表面に印刷されている。リバース、3税、2010、末、ジーラーション、悲劇のバイキング遠征 P48 税、12、1991、 2, 3, 210, ありがとうございます。